楽しそうに滑ってるぞ。なんか足くねくね。すげえな、これアルペンか、本当に。うぅー。やっぱ今日15度って言ってね。こんなターンを滑ります。ほら、カトちゃんすごいよ、この雪。ねえ、今日ね、シャバシャバじゃない、楽しみじゃない。お前だけだ。すげーな、これ。ボッコボコ。なんで普通に滑れんの？こんなんすよ、こんなん。みんなカービング以外の楽しみ方っていうのを伝えできればなと思うんです。これがあるからこんなシャバシャバでも楽しめる。この缶スプレート履いてると荒れたバーンでもすっぽ抜けない。なるほど。じゃあちょっとやってみましょう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はね、ティーチャー加藤とカメラマンの手塚がお送りします。難しいことはわからない水は今日いませんので、ね、難しくしていこうかなと思っています。嘘。シャバシャバのバーン、その時にどういう滑りをしたら楽しく滑れるかっていうのをちょっとね、ティーチャー加藤に教わってくれてますんで。はい、はい、じゃあ頑張ってきます。よろしくお願いします。板に乗っかる雪が重い。確かに今日で、ね、しかも水分多いね。シャバシャバ異常じゃないですか。ザラメ。今日何入ってんの板？ラバンサー。ラバンサーですね。の158。はい。ガスティのカントプレート入っております。そう、これがあるから、はい、こんなシャバシャバでも楽しめる。これがないと下に板踏んじゃうから、うん、抜けちゃったりとかしちゃうんだよね、うんうん、だけどこのカントプレート履いてると、こう斜め後ろに力が加えられるから前に力が生まれるんで、はい、それで荒れたバーンでもすっぽ抜けない。なるほど。そうそうそう。じゃあちょっとやってみましょう。普通に滑れんの？こんなんすよ、こんなん。みんなこの時期ってみんな午前中で帰っちゃう。あ、多いね、うん、なぜ、うん、帰っちゃうかってさ、ボコボコだかららしい、まあ、そんな感じで正直僕も帰ってました。海老蔵も帰ってました。でもティーチャー加藤だけが変態のように遊んでました。こんなアルタバーンでカービング以外の楽しみ方っていうのを伝えできればなと思うんです。はい、そうね、ずらしたりとか、逆に雪が溜まってたら雪のね、それどこ行くかなとか、うん、いろんなことやると楽しいかなとね。うん、そのカービング以外でもこんなシャバ雪で遊べる。遊べる、ね、遊べる。楽しそうね。楽しいよ。楽しそう。楽しい。でもさ、あえてくねくね滑れるなんかポイントってやっぱりこのカントって重要？カントは重要。うん、うん、やっぱりね、真下に踏まないっていうのかな。真下に踏むとやっぱ雪が弱いから、うん、抜けちゃったりとか食わなかったりとかっていうことが起きちゃうから。食わせてないんでしょ？食わせてるけど力を前にも伝えている。前にね。前に前に前に。あ、なるほどね。前方向に伝えている。うん、真下っていうだけじゃなくて前に乗ったから板を前に進めさせられる、うん、走らせる、ね、走らせられる、うん、だから下にバーンっていくと、はい、板がダーンってエビゾみたいな言語になってるけど。そうだね、下に踏んじゃうと、うんうん、要するにバーンが噛まないんで。そう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 、板がずれちゃうわけね。そう、ストレートねとか抜けちゃう。抜けちゃうよね。こうなってると抜けちゃう。そうそうそう、うん、踏んでるけど前に行かせる。そう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 だよね。そう、結構さ、ノーズの先っちょぐらいに頭あるイメージなんだけどさ、うん、
そうね、まあ、前後を使って滑るって感じ。バックサイドの時はノーズの前の前ぐらいまで。でもまあ今日みたいな時はちょっと若干注意しながら。おお。上半身先から行っちゃうとノーズから捉えちゃって、うん、ノーズが噛んでゴロンって行っちゃうから超危ないので。危ないよね。うん。だからまず上半身先に動作するんじゃなくて、はい、動くら下半身先。下半身先に動いて上半身ついていく感じじゃないと、上半身先に移動しちゃうと、うん、ノーズから捉えやすくなってるから、うん、そうするとノーズ刺さって前転とかってなって、あ、落ちたになっちゃうから。下半身の先に、下半身の先に どういうイメージで。バックサイドだったら左足から、まあ、腰をこういくってことね。そう、うん、左足に乗って腰からグーッと。あー、なるほど、なるほど。でそれに上半身をついていかせる感じ。あー、ローテーション特に入れない。板をずらすときにローテーション入れる。体をひねって骨盤をねじる、うん、それによって板がずれ出す。それができないと怖いかも。いつどこで止まれるとかできないと怖いかも。あ、面白いね。わかりました。じゃあちょっとね、いろんなコースに行ってみましょう。はい、滑れれば楽しいから。止まる雪ですよ。行こう。あや。ゴーゴー。シャバ雪で元気になるっすか。こんなんすよ、こんな。え、面白いよ、だって。みんな、この楽しさを分かって。分かってほしい。一回やってみるのもいいよね。そう。やってみて、あ、これが通気術が足んねえんだなとか。うん。分かればそれ練習すれば。そうだよね。できるようになるから。うん。うん。そしたら一日スキー場で遊べられるし。本当だ。フリーランで行きますか。はい、滑ってきました。滑ってきました。はい、変態ですね。それ昔から言うよね。でもなんかすごい楽しい。楽しいの、うん、めちゃくちゃ楽しい。楽しいの。私も TJ 課程に教わって、はい、練習しておりますけど楽しいです。楽しいよね、はい、でね、なんであんな風に滑れんの。まずまずはセッティングかな。うん、乗り方ってのもあるけど、まずセッティング。あ、じゃあちょっとセッティング教えてください。で、セッティングって言えばフィンディング。フィンディングだね。フィンディングとガスティンのカントプレートが入ってます。あ、カントプレートいいね。前後入ってます。ちょっと見せてもらって。はい、ガスティンのカントプレートは前前後であります。はい、はい、で前は2アップ入ってて、はい、若干こっち側にカントが入ってます、はい、で後ろ側はえぐいね。かっこいいでしょ、うん、でもこれぐらいないと、うん、俺が思ってる感じにならないのよ。骨盤が前に向いてくんないの、うん、で膝が入ってくんないの、うん、膝を入れるっていうことね。そう、膝入れて腰乗りをしたいので、うん、骨盤を真正面に向けないの。だとこのぐらいないと、うん、なってくんない。骨盤を前に向けるのがポイント。骨盤前に向けるのがポイント。これだと右も左もバックサイドもフロントサイドもただ腰を移動すれば板立つから、あのね、切り返しとかもね早くできるから、だから余計こうザクザクってても全然パパパっていける。じゃあちょっと乗ってみてもらっていいですか。よし、こんな感じですね。おお、いや、はい、はい、あ、
で、こういう荒れたバーン滑る時のニュートラルポジションどのあたり？お、こんな感じね。そう、こんな感じ、うんうんうん、フロント、バックね、はい、はいはいはい、で、板が立つからこう転んじゃう。あー、なるほど。そう、転んじゃうよって、逆に板が立ってるよってこと。うん、このプレートはさ、うん、普通のあのカミカミバーンでもガッツリとカービングできるじゃないですか。できるできる。全然こんなボコボコのバーンでもいけちゃうってすごくない？すごいと俺は思ってずっとやってる。で、ずっと研究してる。まあ今回製品化されましたけど、これすごいですよね。すごいね、はい、俺もいろんな滑りやってきたんだけど、うん、結局これが楽しくてこれをやっちゃう。なるほど、ね、でもこれを履くとあんな風にね、自由に滑るんだって興味津々です。そう、あとね、タンコとかも、はい、自分で行きたい方向を選べたりとか、うん、ずらしも簡単にできるんで、うん、怖くない。で、なんか人が来ても止まれるし、安全に滑れるポイントだ。そう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 。でさ、そんなにあの硬い板じゃない方がいいんでしょ？そう、ボコボコだったら柔らかい板の方がいい。うん、あ、うん、ね、で、短い方が取り回しができるから、うん、行きたい方向にすぐカカンって変えられるから、うん、楽しい。おー、なるほど。行きたい場所選んでいけるからね。はい、じゃあちょっとまとめに入っていきたいと思います。はい、午後、うん、お昼過ぎからこんな風な荒れたバーンで滑って、はい、荒れてない場所をね、うん、滑ってるような感じに見えましたけど、バーン荒れてました？まあ、バーン荒れてんじゃない、みんな滑ってないから。まだね、ボコボコバーンでも楽しく滑れるっていうね、そうですね、ちょっとインプレをしていただきました。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあエビゾーはいませんが、ガスティカントプレートの説明とね、さっちゃんの変態滑りを撮らせていただきました。ありがとうございました。明日、バイバイ。エビゾーチャンネルではカービングライダーとのセッションを楽しみにしています。皆さん、ハンターマウンテンで一緒に滑りましょう。チャンネル登録はご自由にどうぞ。それでは皆さん、また。